オーストラリアの7月の最新の入国規制情報になるんですけれども、7月の6日以降オーストラリアに入国いただくときに事前に登録が今まで必要であったオーストラリア渡航申告書、こちらの登録が不要というふうになりました。さらにオーストラリアには入国しやすくなったということになります。日本から出発するときに必要なものとしてはパスポート、航空券、ビザですね。こちらがあれば基本的にはご出発いただけます。もちろんワクチンを2回以上接種していただいたワクチン接種証明書英文のものになりますけれども、こちらも合わせてご用意いただくのがいいかなと思います。一応ですね、このワクチンの接種の証明書もオーストラリアに入国するときにはもう基本的には見ませんよというふうに発表しているんですけれども、やはりお持ちいただいた方がいいかなというふうに思っています。ワクチンを受けられてない方、ワクチン未接種の方もいらっしゃるかなと思います。基本的にはオーストラリア来てくださいね、ウェルカムですよっていうふうに一応発表しています。医療的なところでワクチンが受けたいけれども受けれないというような方は特別に、今までは免除の措置があったんですけども、これも不要になりました。医療的な問題でワクチンを受けていない方ですね、要するに自分の意思でワクチンを受けていないワクチン未接種の方も一応文面の通りに行けば入ってこれますよというふうになっているんですけれども、詳しいこのあたりですね、入ってスムーズに入ってくれるのかどうかというところがまだ分かりません。空港内でのマスク着用もなくなりました。飛行機に乗ってるときは、マスク着用必要ですけど、あとは公共機関をご利用いただくときにマスクの着用が必要求められているというところで、あとほとんど街の中で歩いてるときもマスクですね、マスクをしている方というのはほとんどいらっしゃらないようになってきています。こういった感じでですね、シドニーもどん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 、日常生活に戻ってきているのが現状かなっていうふうに思っています。最後に1点、観光ビザで7月8月に入ってくる方いらっしゃるかなと思います。引き続き現時点ではまだオーストラリアから日本にご帰国いただく際の、PCR 検査っていうのが必要になります。日本に出発する便から遡って72時間以内の PCR 検査の結果が必要になりますので、万が一この検査で陽性反応を起こした場合、基本的にはフライトに乗ることができませんので、現地で滞在の延長をしないといけないということも出てきます。このあたりも、大事になってきますので、 PCR 検査がまだ日本に帰るときには必要という段階の場合には、観光ビザで来られる方というのは余裕を持って、渡航のスケジュールを決めていただくのがいいかなというふうに思っています。ということで、今回は7月のオーストラリアの入国規制についてお話をさせていただきました。ためになったっていう方はぜひいいねボタンを押してください。今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。